鉄拳をね、撃ってきたよ。まあ、前回赤堀4発出てね、すべて、外してくるっていうね、まあ、集大をね、みんなに晒したわけだけれども、まあ、そのリベンジも兼ねてね、撃ってきたわけだけど、まあ、この鉄拳はね、まあ、俺、行く店はね、いろいろあるんだけど、まあ、で、その全部の店でね、ちょだましとるわけじゃなくて、まあ、ほとんどの店は逆にちょだましとらんくて、本当にちょだましとる店ってのは数店舗ぐらいなんだけど、まあ、まあ、全部の店を通してね、初めて、ちょだまをするきっかけになったのがね、まあ、この鉄拳なんだけれども、まあ、朝ね、あれ一パチだったんだけど、行ったら、ちょっと変わったところにね、ランプが点灯しとってね、あ、まあ、あ、鉄拳久しぶりに打ってみるか、つってね、打ったら、そっから、その時はマックスタイプだったんだけどね、2万何千発か出てね、で、まあ、そこでね、ちょだまっていうことをね、覚えて、で、それ以来ね、まあ、その店ではちょだまするようになり、まあ、他の店でもちょくちょくする店ではするようになったっていうね、まあ、ちょだまをすることのきっかけとなった台でね、非常に思い入れが深い台だけれども、まあ、今ね、でもま、ほとんどの店で撤去が進みね、マックスタイプでできたら俺は打ちたいんだけれども、まあ、マックスではね、ほとんどの店でないということでね、今回199分の1のね、ライトミドルになるけれどもね、まあ、前回赤堀4発外してね、まあ、そのリベンジも兼ねて打ってきたんで、リベンジできたのか見てみて。Yeah!
そっち。ようやく追いついたぞ、カズヤ。遅かったな、貴様。俺が倒す。遅い。ここで死ぬのは貴様だ。カズヤ、世界を滅ようとした時、ある女と出会う。カサマージュ。
死んだはずの男が現れる。アジアの野望は平八に打ち砕かれた。十数年後、カズヤの孤人を生んだ順番平和に暮らしていた。だが、オーガの襲撃を受け、二人は引き裂かれてしまう。リーチ！ようやく追いついたぞ、カズヤ。遅かったな、貴様。これが倒す。ここで死ぬのは貴様だ。ここまで俺が終止符を打つ。私は俺が立つ。鉄拳バースト突入だ。で、1回転目右打ち継続だ。
け。馬には負けんだろう。Thank you.
TKO。当てたいでしょ。
K.O. いや、焦ったよ。もう焦ったって、本当に。前回はね、赤堀4発外してて、今回7点外してね、最初。まあ、どうしようかなと思ったけれどね、まあ、その次の回転か、次の回転でね、当たってくれてね、まあ、保留内でね。で、まあ、また、約束通りね、4ラウンド通常、いただいて、で、また通常かよっていうね、20% しかねえのにっていう、
で、まあ、その後、まあ、割と早くね、当たってくれたでよかったんだけどね。まあ、その時は、まあ、潜伏で、すぐ左打ちだったんだけど、まあ、その潜伏のね、1回転目で、まさかの7転敗、来てくれたからね。まあ、これは多分大丈夫だろうとね、いうことで当たってくれて、まあ、そっから、続いてくれてね、そこそこな球が出てくれたからね。いやー、本当に、前回みたいにね、厳しい思いしんくてね、いやー、本当に良かったね。で、やっぱ打ってみると、鉄拳面白いよね。演出面。で、音楽もいいしね。で、面白かったのが、各編中だけど、なんかずーっとさ、廊下をさ、走ってるじゃんね、主人公が。で、まあ、各編機だもんでさ、ハマるときは、100、200とハマるわけじゃん、各編中に。で、その時に、なんか、女の子のキャラクターがさ、この廊下どんだけ長いんだよ、みたいなね、ことを、いうシーンがあってね。いや、本当にその通りでね。まあ、どんだけ格変中とはいえね、ハマるんだよっていう。200ちょっとハマった時はね、さすがに長いな、というふうに思ったわけだけど、まあ、その女の子のね、セリフが見事にマッチしてね。いや、面白かったね。まあ、これでね、とりあえず自分の中で、鉄拳もね、消化することができたんでね、よかったかな、という感じだね。また、いつかね、鉄拳も、新しいね、新台、出してくれたらいいなと思いながら、こんな感じで終了です。